水原一平氏が違法賭博に関与した疑いで契約を解除されたことは二人の古巣、エンゼルスにも大きな衝撃を与えた。地元紙オレンジカウンティレジスターのエンゼルス版ジェフ・フレッチャー記者はエンゼルスの選手たちは、誰一人として驚いた以外の言葉を口に従らなかったと報じた。フレッチャー記者は自身の X で今日大谷の元チームメイト数人と話した。大谷が他のスポーツに興味を持たなかったのは共通の認識であり、一平が彼の身代わりにかけていた可能性は低いだろうと見解を述べていた。そうやと思う。日頃の行いの結果やな。やっぱり日頃の行いって大事だな。大谷は野球一筋やから絶対ないって。いい意味で野球バカなんだよな。この件に関してみなせあんがベラベラ喋りそうだな。大谷翔平への信頼感がすごい。誰も大谷翔平がギャンブルしてたとは考えない。そもそも大谷がギャンブルするとは思えない。二刀流をやるためにそれこそ分刻みのスケジュールで動いてて、その上で12時間も睡眠をとっている人やからな。野球が趣味って言ってたから他のスポーツに興味を持たなかったんやろ。ましてや賭博なんてやってる暇なんてなかったと思う。賭け事ってどこに賭けるか悩んでいる時間が楽しいところがあるけど、そんなのは大谷にとっては無駄でしかないだろうからな。大谷がハマってたのはクラッシュロワイヤルやしな。野球が全ての生活をしてる大谷がギャンブルやるわけないわな。このタイミングでのエンゼルスの証言は大きい。まあ大谷を近くで見てる人たちが驚くほどなら、間違いなく大谷は関係なかったってことやろ。大谷にとっては野球をしてる時がワクワクして楽しいやろうからギャンブルには興味を示さないと思う。エンゼルスの記者、ありがとう。エンゼルスの選手たちの証言はありがたすぎる。大谷にはデコピンもマミコさんも野球もあるから、そんな暇なかったやろうな。大谷が関与してないとは思うけど、ことの真相を知れば知るほど辛くなりそう。大谷という存在をある意味一番近くで見てきたのに、大谷から何も学ばなかった一平。これからこんな証言がいろいろ出てきそう。